はい、ワードツー。今日はですね、2017年の10月の28日、22時44分です。よろしくお願いします。音声の問題なかったら教えてください。ワードツー。バカにしてるでしょ。いや、バカにしてるでしょ、あいつ。完全舐めてるでしょ。怪我するでしょ、こんなの。やる気あんの？いや、もう呆れたんだけど、本当に。呆れない？バカすぎるだろ。練習も真面目にやってねえし、ジャブも打てねえ。フォームはめちゃくちゃ。なめてんだろ、本当に。どう思う？みんなあれ。やる気ねえだろ、あれ。ぼこしちゃっていいっすか？もうさすがにひどい。さすがにひどいわ。ぶち切れそう、本当に。だから嫌なんだよ、ああいう本気でやらないやつとやるの。バカにしすぎ、本当に。やる気ねえだろ、あいつ。いや、がっかりでしょう、あんなの。対戦相手としては恥ずかしいわ。負ける要素が一つもないもん。負ける要素が。練習してきてねえじゃん。やってんの見たらわかるよ。スパーリングもやってきてねえじゃん。いや、もうバカにされてるような気分だよ。そう。いや、どう思った、みんな。どう思った、あれ見て。やる気ねえだろ。もう完全にふざけてんじゃん、馬面が。見た？みんな。見た？全くやる気ないよ。負けるわけねえだろ、あんなのに。近々俺と練習しませんか？新宿来れます？俺でもジム通うよ、もう11月から。すぐ行ける？でも通報入っちゃうんですよね、公園でやってると。キーさん、こんばんは。風の具合大丈夫ですよ。コボちゃん、ありがとね。アイテム。メガホンありがとう。この間みたいに入っちゃいますね。
もう完全やる気なくなったわ。負ける要素がない。なめすぎ。ミュウツー、体調いいよ。お疲れ。負けなよ、ガールさん。こんばんは。がっかりだわ、本当に。あ、ありがとね、ヤナラッキー。あいつと試合決まってんのよ。ドルさんの企画で。やる気ないっしょ。まったく。いや、大怪我すると思うよ。やっちゃっていいっすか？徹底的にやっちゃっていいっすか？リスナーさん。あのふざけた態度もほんと殺意湧くわ。こんばんは。12月にやるって、ドルさん。ていうか、やらないんだったらもうやらないでいいんだけど、俺別に。あんなふざけたの。負けねえよ。負ける要素一つもねえよ。ガードはできてねえし、パンチもろくに打てねえし。ミスケ久しぶり、わだつ。全然仕上がってないじゃん。こんなんで負けたらテルに申し訳ねえよ。うるせえよ、お前。消えろ。気持ち悪い。はい、ロビさんはどっち？いや、勝ってもメリットねえしさ。いや、言った通りだったでしょ。いや、だから、いかに、真剣にやってたかわかるでしょ。いや、見たよ。ミーコさん見た？飯食いながら見てたよ。殺意湧くよな。ミットも打ってんの、今日。スパーから見てるんだけど。ミット打ちもやってた。いやー、マジ気分悪い。いや、殺すでしょ。サイン書くんだから、死んでも文句言いませんって、お互い。どうだった、ミット。知らないアンチとか。ミットはやってんだ。
ありがとうございます。無駄な練習ってあれ練習になってないでしょ。練習してきてないじゃん。スースースーさん。それともそこにいた人だ。ミュウツーだよ、ミュウツー。やめたら逃げたで、もう俺やりたくねえんだけど、正直。ほんとに。やめていいっすか？もうくだらないんで。こんな茶番。くだらなすぎるでしょ。いや、苦手とかじゃないでしょ。だったら喧嘩売るなよ。最初からやめていいっすか。もうくだらないんで本当に。やる気ねえんだったらマジで殺意湧くんだけど。俺なんであんなくだらねえやつと絡まないといけないの。やる気がしないよこんなの。言いがかりつけたとか言って負けるわけないじゃんこんなの。誰が見たって勝つよ。誰が見たって勝つでしょうこんなの。話にならないよ。いや、バカにされてんだよ。なんでこんなこと絡まねえといけねえんだよ。いや、もう圧勝してざまあじゃなくてもう結果見えてるでしょ。どっちが勝つと思う正直。こんなんうちのアンチにも失礼だよ。こんなの俺のアンチに失礼だよ。初めてだよ俺のアンチがかわいそうだと思ったのは。こんなのに乗っからないといけないんだよ。こんなのに乗っからないといけないんだよ。メリットないでしょ正直。やるんだったら殺す気でやるよ俺は。メリット一つもねえわ本当に。俺忙しいんだよマジで。こんなの美味しくもなんともねえよ。弱えやつと戦って何になんだよ。弱えやつボコしてどうすんだよ。かっこ悪い。俺やだね。おります、おります。いやー、もうあんなヘラヘラしてんの許せないでしょ。カルナありがとうね花火。いや俺弱いよ、俺弱いよはっきり言うけど。その俺にもうもう点で話になんないって言われてんだよ。アルパカさんじゃああれ見て腹立たないの。対戦相手だったら、アルパカさんの対戦相手だったらバカにされてんでしょ。喧嘩売られてんだよこっち。向こうからやろうっつってんだよ。しょうもない。俺降りるわこんなの。ドルさんに電話する。降ります。もうこんなくだらない茶番。
いや、くだらない。いや、降りるよ、こんなの。ドレさんにメール入れとくわ。ドレさんにメール入れました。おります、僕。くだらない。くだらない。いや、便所太郎さん関係ないよ。便所太郎さん関係ない。だ、ドルさん主催だもん、これ。マッチメイクション。ドルさんにメール入れといた。俺、金受け取ってないもん。俺、金受け取ってないもん。まだ。契約もしてないもん。いや、俺、メリットないもん。あんなのと戦って。やる気もねえ。なんてメールしたの？どれさんに？バレーニョいらっしゃい、お疲れ。ドレさんにはメール送ったよ、もう。ドレさんにメール送った。ドレさんには断り入れましたもん。ドレさんにもう断り入れたんで。ドレさん申し訳ないけど試合やめよう、くだらなすぎるって。入れたから確認した。俺ドレさんね。ドレさん申し訳ないけど試合やめよう、くだらなすぎる。こんばんは。いやー、もうスパー見ててもう殺意湧いたよ。いや、くだらないでしょ。やる気ねえんだから。やめます。メリットないもん。誰が一番良かったか。あの中で圧倒的に胸筋さんでしょ。圧倒的に胸筋さんでしょ。まあとにかく降りたんで、そういうことなんで。ぐちゅぐちゅ言う男ってかっこ悪い。あ、かっこ悪くて結構ですよ。はい、かっこ悪くて結構です。やりません。もう断ったんで。やりません。断ったんで。はい、もともと僕からやりたいなんていうことは一言も言ってないんで。うん、台本なんか書かないよ。やりません。メリットありません。勘弁してください。もう他のやつをチャラチャラやってりゃいいじゃん。いっぱいいるでしょ。なんで俺が相手しないといけないんだよ。なんで俺はあんな雑魚相手にしないといけないんだよ。
お疲れ。お疲れっす。配信してないの？やってます。やってんの？やってます、やってます。なんだよ。まあいいや。はいはい。やめましょう、もなんで？う。見いまや、した別によ。いいけどさ、やるのはお前だから、別にやめんのも勝手だけど、やめまし怒っょう、たりもどうってじゃなくて、う。はい。あんな話やにるな気んななくいでなっすちゃっよ。た。え？話になんないの？話になんないです。見ました？いや、だけど、約束は1ヶ月後だよ。いや、1ヶ月でどうにかなるレベルじゃないっすよ。いや、あさって俺は本人に会うから、本人に直接配信の中で教えに行くから、それを見て判断するよ。だって本人は、俺からその、ジムの入会金と2ヶ月分の月会費を払ってもらってジム通ってんだから、勝算があるかないか別にして、真面目にやってんだからさ。だから俺が無理と判断すれば無理なんでしょ。いやもう正直無理っすよ。こんなの。もう殺意湧きますもそしたら、開始ね、ん。1はい。分でも危ないの入れば俺はすぐ止めるから、そんなの何十年やってると思ってんの？いや、それはわかりますけ別に、ど。やらせて事故なんか起こんないし、一発目で危なかったらもう、そのワードのテクニカルノックアウト勝ちにするから。いや、もう正直メリットないっすもん。もうこんなふざけてるし。練習もちゃんとやってないっすよ、あれ。サンドバッグい叩や、いたでのも、見ましたけど。通ってるよ。だって、全部配信できるわけですよ。ジムの中でやってることはまた別だから。初心者なんてそんなもんだし、ワードも大概だってや、最初は。いや、わかります今はよ。ほら、それなりの経験積んだからあれだけど、最初は俺、こんなんで試合できんのかなと思ったみんな。ワードだけじゃないけどいね。や、まあまあまあ。だから、別にやめるのはいいんだけど、はい。そんなに 相手がダメだからやめますって聞いたことないしさ。いやもうだみから、ワドのコンディションとかモチベーションが上がんないからやめたいっていうのは全然わかるけど、相手の力量を見て、美味しいと思わないと配信者としてダメだと思うけどいな。やいやもう強弱いい相手とや弱いれやるつんでやなら。りたくないっす正直。いや、それは無理だよ。ワドも言ったって素人と一回戦ったことあるだ。あとはスパーリングだいやから。いや無理っす無理っす無理っす。あんなの。まあ、もうちょっと待てば結論出すんですよ。要は、12月の約束で丸1ヶ月あんだから。だって1ヶ月でどうにかなるレベルじゃないっすよ。本当だっに。て、ワド、まあ4ヶ月だけど、まあ結局ジム通わないで試合やったんだよ。テルチャンピオンやりましたよ。と。だから、なんとかなったじゃん、ジム通わなくても。で、今はさ、一発の口聞いてるわけでしょ？いや、おそう前じがゃ見なてくも下手て、とかいうや、まいそかれわもかあるるなっけて。ど、それもあるけど、もう、真面目にやってると思えないし、そんもうなおメ前、リット暗示してるやつの枠、熱心に監視してんの？だってメリットないもん正直。だってそさんなにおだって前、さ俺そんなに見てないよ、ミュウツーロー。そんなに見てんの？いや違う、昨日見たの、たまた初めま。て。たまたまじゃないよ。どんな練習通ってるって言うから、全然腰抜けだよっつって、じゃあ見てみようっつって、で昨日電話したでもの。さ、人にセッティングしてもらって、お金もらって、ワードは試合できるわけじゃん。で、相手が弱いんだったら、しかもアンチなわけじゃない。ぶっ飛ばしちゃえば終わりじゃないの？だってそぶっん飛な。ばしたらぶっ飛ばしたら殴りすぎとか言われんだよ俺。一発目で止めるよ、俺は。もうこれ無理だなと思ったら。いや一発で止めるっつっても後味悪いもん。ほんの結果見えてるもん。俺だってバカじゃないよ。格闘技にお前の好きなハンマーばっかり引用してやるけど、格闘技に絶対はないんだよ。100%はないの。100%あるわ。ない。今までどれだけのそういう試合があって、その相手が、弱い相手が勝っちゃったんで、いくらでもあんだから、ワード油断してると思う。俺この前見たけど、お前基本しっかりしてるし、前より上手くなってる。考えながら動いてるから。だからその今力量差あるのはわかるけど、身体能力は彼の方が身全体然能上、力向こう一が番高い高いの分し。かるよ。しそかれもフッリートサチルもも一長緒いにやってる。し、リーチも長だいのからも分かそるんよ。な余裕ないと思うよ、いそんや、あな。る。素人同士で力の差があるなんていう。まあいいよ、だからじゃあやめたいっていう意思は受け取っといて、うん。別にね、俺はや正め直るのは、も俺じゃないから試合すう、うん。るのは、やめるのは、だけど、そんなんで配信この先大丈夫なの？その美大味しい丈チ夫ャだンスよ。が、ね、人の心配して、いや、人の笑っ心ち配ゃじうゃない。と自か分のさ。心配だよ。捨て頃だってさ、ちゃんとやりたいしさ。こんなんで、
濁したくないもん、俺。こんなん、くだらねえ。なんまあ。であんなさ、過疎でそれこそ。さ、生意気でさ、散々ディスられてさ、練習もちゃんとやってねえやつでやんないといけないの、俺。いや別にやらなきゃいけないわけじゃない。お前に置かれると思って聞いたんだよ。そう、お前がやるって言ったからセッティングしたわけで、やりたくないっていうのはやめるだけで。別に、そんなメリットっていう話だと、俺にメリットなんかないよ。わかるよ。だって、だか花ら火やなんめてようそよ、んなも荒っぽいことしなくても。う。いや、誰も期待してないよ、こんなの。俺正はして直。るし、白黒はっきりしてほしいと思うけど、そんな口で言っだってたらない喧で。嘩しようよ。家え？来いよ、あいつって言っといて。だったら喧嘩しよ 喧嘩なんかできるわけないじゃん。う。いいよ。お前だからさ、喧嘩来売っちてゃうきてし、んだそから。れこそ、喧嘩なんかする度胸あんの？素手で殴り合う度いい胸よ、あん俺の？は。全然。もうムカつくから、これ以上名前出すんだったら、家来いっつっといて。かっこいいな、まだ。それでいいじゃん。まあ、俺は別にその連絡取ってないから自分で言えばいいじゃん。配信上で向こう聞いてあ、るじでゃあ、しリょ。スあナーるいさんはが今鳩聞いてがる飛ぶから、から。大じゃあ丈夫だ鳩よ。が飛ぶんじゃん。文句あんだったら、これ以上名前出すんだったら、家来いって。素手でやろうぜって。言っといて。かっこいい。それでいい早くよ。切れよ、お前。早く切れよ。一発で切るのが、お前。悪い。早く切ごれ。めんね、セッティングしてくれたのに。ごめんね、じゃねえよ。もう一発で切っちゃえ。いや、いいパーで切るの下嫌い手なんかだよ。よ。下手じゃないの、いいパーで切るの嫌いなんだって。まあいいよ、じゃあ。お疲れっす。ということです。はい。断りました。いや、金の問題じゃないよ。もう。金の問題じゃない。配信で回して、こんなので、もう黒歴史になるもん。嫌だ。あいつと絡みたくない。デルチャンピンの時こんなこと言ってないよ。投げ出したこと一回もないよ。ダサくて結構です。はい。ダサくて結構です。だって別に応援してる人が望んでないんだもん。俺のことアンチばっかりじゃん。ダセーとか言ってんの。もともとダセーと思ってんだから。そう。売名に貢献するだけだもん。なんで俺があいつに閲覧提供しないといけないんだよ。だろ？なんで俺が公文竜ってやんの？それでいいでしょ。だってこんなん最初から期待してないんだから、誰も。いいよ、別にダサくても。捨て頃は捨て頃でやるから。なんで公文竜ボコすの？全然関係ないよ、公文竜。いや、負けるわけないでしょ。ペロペロキャンディーありがとう。ごめんね、おちびさん。はいよ。閲覧なんか稼げても1円、1文の得にもなんないよ。そんな甘くねえよ、配信は。俺から用事はないから、彼に対して。最初から言ってるけど。彼が散々勝手にワーワー騒いでるだけだから。荒野とはスパーリングやってるよ、ガチの。喧嘩状態のスパーリングは。荒野と俺やってる、やってる。荒野が過疎の頃にやってる。俺に喧嘩売ってきて。で、リングで白黒つけろって、ドレさんがセッティングして。ドレさんレフェリーでやってる。荒野真面目で本気で向かってきたよ。見る？荒野と。やったやつ。荒野とやったやつ見る？捨て頃前にやってるよね。みんな知ってるでしょ。そうだよ。荒野が過疎の頃ね。まだ売れる前。荒野の方がよっぽど度胸あるよ。真剣にやってたよ、荒野の方が。それ腹立つでしょ。俺3ヶ月ちゃんとやったもん。本気でやったよ。
これからジムも通うんだよ、捨て頃に向けて。腹立つだろ、あんなの。そんな、リング上がって戦うの相手に失礼だと思わない？うん。俺は普通に殺意湧いたよ。荒野の見たい人手挙げて。荒野のやつあるかな？よいしょ。これかな？やってるよ、荒野と。ちょっと待って。なんか YouTube 重いわ。だいぶ前だよ、これ。荒野の方がよっぽど度胸あるよ。なんかめっちゃ荒野の方がみんな応援しやすくて、わざさんも悪者みたいな。じゃあ、荒野とやってくれって言われたからやったよっつって。荒野全然小さいよ。だからそれ見たことない人もいるから見たいっつって。荒野の方がよっぽど真面目だよ。本気で行けよ、まあ、殺されちゃうぞ。だから閲覧伸びるんだよ。なんで俺があんなミュウツーとかザコ相手にしないといけないんだ。おっ、初っ端から、おい、大家の方が真面目にやってんじゃん。おい、いいぞ金梅さん。すげえな、マジで。大家はマジで、マジで、マジで。みんなが見たいとこういうんじゃないの。みんなが見たいとこういうんじゃないの。おい、いいわ。おお、どうした。白い人、金梅さんだよ。何秒？みんなが見たいのこういうのでしょ。今1分20秒。あんなやる気ねえやつやりたくねえよ。あと40秒しかない。あと1分20秒。ああ、2分半でよくない？真面目にやってるやつとしかやりたくねえわ俺。かっこよかったよ、荒野は。荒野かっこよかったよ。あ、ラスト1分、ラスト1分いきますよ。俺は今日期待してたけどね、どれくらい本気でやってきたのか。だったよ。集中しろ、集中しろ、集中しろ、ラスト集中しろ、頑張れ、構えろ、構えろ、やられたもん、行け行け、やられたもん、行け。ラスト10秒、7、6、5、4、3、2、1、オッケー。はい、最後グローバーして、簡単。荒野の方がよっぽどまともだろ。違うよ。俺が言ってんのは荒野がどうこうじゃない。俺ドルさんにボコられてんのじゃあ見る？今度。これが俺はリスナーが見たいもんなんじゃないのって言ってんの。リスナーが見たいのはこういうことじゃないのって。こういうのだでしょ。だったら俺捨て頃でやるから。ああ、なんで俺がミュウツーみたいな相手にしないといけないんだよ。捨て頃出た選手みんな一生懸命やってたんだよ。みんな死ぬ気で練習してたんだよ。泣かされるまで蹴られたんだぞ、こっちは。なんであんな雑魚とやんないといけないんだよ、やる気のね。
どう思う？だったら捨て頃で見ようよって、こんなカバンじゃなくて。遊びでやってんじゃねえよ。こっちは配信で真面目にやってんだよ。面白くねえから体張ってんだよこっちは。毎日バカみてえに真面目によ。あんなふざけたさやつなんで俺がやんないといけないんだよ。なめてんだろ配信も格闘技も。いやいいよ、俺は捨て頃でやるから。捨て頃でやるから。まあ今日最後ですからね。あと体休めも体準備もからき取ってはどうか。目は寄ってるだろ。逆に寄ってなかった時あんのかよ。お願いします。よろしくお願いします。ウニちゃんマン、俺のことなめんなよ。これだわ。ウニちゃんマン、俺のこと甘く見んなよ。全力で恥を晒していくスタイルだよ、こっちは。かっこ悪いところ見せるんだよ。一生懸命やってボロボロになるんだよ。そして笑われるんだよ。それが配信者だろ。全力でやってても足も出ないのが見たいんだろうが。すげえか。間違ってるか。自分から蹴ってくださいって言ってるから、もう手で詰めて詰めて。さあ、お前ら笑うがいい。さあ、笑え。いただきます。弱いやつやっても美味しくねえんだよ。弱いやつやってもお前アンチ喜ばねえだろうがよ。俺のことボコボコにできるやつじゃねえと美味しくねえだろうがよ。考えろ、もっとお前ら配信のことよ。お前らが見たいのこれだろうがよ。ちげえのかよ。お前らが見たいのは俺がこうやって這いつくばってるところじゃねえのかよ。おい、そうだろ。ちげえのかよ。じゃあ再開します。54秒まだ詰める詰める。ああ、止めます。メガホンありがとう。再開します。なんで詰める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 押す詰める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 顔を上げる。ガード上げたら当たらない。ガードやべえ。まだだ。残り16秒残り16秒。最後男見せよ。男見せよ。男見せ。16秒打とう。パンチ打つ。10秒残
い準備はラストワンダさん行け浮き出せ浮き出せワンツーワンツー浮き出せ全部がむしゃらにあと5秒がむしゃらに行け5秒ラストラスト打つ打つ打て打て打て分かったか俺より強いやつ連れてこい分かったか弱いやつやりたくねえわ俺美味しくねえわああもっとアンチが喜ぶ相手連れ来いもっとアンチがもっとヒャッハー言うやつ動画化されねえだろしょうもない分かった言いたいこと伝わったとにかくやんないから俺よろしくあっとうてきに強いやつ連れてこい圧倒的に五分五分だったらやる意味ないでしょ面白くないじゃん五分五分の試合誰が見てんだよ五分五分の試合ドレさんに連絡したよもう電話終わったいやもうやめたドレさんにもう電話したやりたくないんだったらいいよって俺もメリットないっつってたね負けた時じゃないよもう試合をやめたの試合をやめました今減量中だからもうバッキバキだほら、うん、減量中だから捨て頃に向けてミノアマンはあのヒカルくんのつながりだわ俺じゃねえわ、うん、いやどっちでしょうもういいじゃんだって誰も見たくないでしょミュウツーと俺の試合見たいの、うん、見たくないでしょミュウツーと俺の試合なんて意味あんの？再放送だけでここまで来たかんの、ね、よ。捨て頃出るか出られないかは、弁当太郎さんが決めること。逃げるとかないから。練習は通うよ。捨て頃に向けても、来月、明日から本気出すから。だったらこうやとやるわ。相手しなくていいよね。いや、そうだと思うよ。うちのリスナーさんはそうなんだよ。相手もありがとう。魔女ありがとう。いや、そういうことだよ。うん。うちのリスナーさんは、もうしらけてるから。なんでミュウツーとやんないといけないのって。いいじゃん。逃げたことにされても。分かってねえな逃げるか勝ちって知ってるか孫子の兵法戦うな分かる賢い武将は戦わねえから分かるああいやいやいや、戦わないでしょ、うん、戦わないでしょビビってまーすビビってまーすイーすビビってますもう超怖え、ミュウツーもう無理無理無理、勝てないっす勝てないっす、勝てないっす無理っす終わりで終わりでいいっすか終了で
ビビってます。怖いっす、怖いっす。OK? OK? もう超怖え。勝てないでしょ、あんなの。腕は長えし、足も長えし、身長も高えし、運動神経はいいし、無理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 。無理だよ。なあ、みんな。俺、和道だよ。俺、和道だよ。勝てるわけないじゃん。逃げます。逃げます。オッケーですか?それで。オッケーですか?そうだよ。寄り目がチャームポイント。オッケー。オッケー。じゃあ、そんな感じでいこう。はい、MC 花火ありがとう。はい、ここでお知らせです。皆さんにお知らせがあります。絶対に検索してはいけないシリーズです。これ今キャンペーン貼ってるんで、よろしくお願いします。皆さんまずお手元のパソコンでですね、Google を開いてください。そこでですね、イケメンと検索します。いいですか?イケメン。わかります?イケメン。そして、和道と言ったらヒゲ。そして男の子なんで、男子と入れてください。イケメンヒゲ男子で検索すると、なんとですね、なんとですね、皆さんいいですか?永瀬くんの隣にワドを言いますね。イケメンにワドを言いますね。ジョニー・デップの隣にワドを言いますね。わかります?僕、顔で食ってるんで、ここにもいますね。わかる?イケメンヒゲ男子で、やってるんで、僕、Google に認められてるんですよ。はい。あ、プップクプーもいるな。プップクプーだな。はい。だから僕、顔が命なんで、顔が命なんで、ちょっと勘弁してもらってもいいですか?皆さん検索しないでくださいね。イケメン、ヒゲ男子で検索しないでくださいね。プップクプーですから。わかります?プップクプーなんで。はい。皆さんが思ってるよりも、プップクプーですよ。わかります?プップクプーですから。よろしくお願いします。あ、もう無理。タレントだから、俺。ターレントだから。顔が命の。お疲れっす。ルシさん、お疲れ様です。じゃあ、そういうことで、格闘技はね、捨て頃でやりましょう。捨て頃で。よろしいですか?捨て頃でやりましょう。捨て頃で。うん。捨て頃でやりましょう。OK ですか?解散で。あ、袋いるんですか?ルスさん。僕今から寝ますよ。お休みになります。おい、コボジン、花火ありがとう。ありがとう。OK です。じゃあ皆さんね、満場一致ということで。はい。ミュウツーとはやらない方向で。はい。よろしくお願いします。やりません。絡まないっていうか、俺絡んだこと一回もないから。俺から話題にしたことも一回もありません。はい。僕は彼に関心がありません。はい。最初からずっと言ってますけど。はい。僕の名前出さないでください。よろしいでしょうか?はい。売名させません。ピンの閲覧で僕以上に閲覧取れるようになってから物を申してください。OK でしょうか?不倫堕胎マスクで検索したら、あ、サードワードまで入れちゃった。うざいでしょ?どう考えても。どう考えてもうざいでしょ?はい。ミュウツーに言っといて。お前の1ヶ月間、2ヶ月間のトレーニング無駄だったなって。バカだなって。バカだなって言っといて。うん、お前アホだなって。和道がやると思ったのって。お前ごときと。言っといてください。あの、ジェツランでも何でもいいんじゃん別に。知らない。俺の名前出さないでください。僕の話題は結構です。僕はもう絡むことないんで。ミュウツーくんとは。
や真面目にやってなかったじゃん。あの今日ぶっちゃけた話、今日本気だったら俺はやってたよ。彼が本気で取り組んでたら、言い訳をせずに真面目に取り組んでたら。学ぶ姿勢なんてあったもんじゃないじゃん、あんなの。学ぶ姿勢あった、辰彦から。あんだけ強い奴らがいて、クモン竜とかと、クモン竜ともっと殴ってきてくれよとか。不真面目でしょ、くっそ面白くもない。でなんだ今度は、女の人に変わった瞬間顔面にパンチもろ入れてんじゃん。アホだろあいつ、見た？顔面パンチ右でもろ入れてんだよ、アホだろ。配信者としても二流だよ。ありがとう。配信者としても二流だし、女に手あげるやつアホだよ。スパーリングだとしても、ドルさんでもそんなことしないよ。そう思わない？うなちゃんマンの話し方パクってません。パクるときはちゃんとやります。俺がよ、おいやると思ってんのかよこの野郎、おいこいつもよ。パクるときはちゃんとパクります、安心してください。うん、女の顔はあかんぞ。うん、スパーリングだとしてもダメだよ。うん、俺の試合は、もし俺が殴られる、俺が殴られるところ見たい人いる？じゃあ。ミュウツーとの試合が見たいんじゃないんだよ。俺は分かってるから。みんなが見たいのは、俺が殴られるところなんだよ。だろ？みんなが見たいのは、ミュウツーバーサス俺じゃないの。俺がボコボコに殴られるところが見たいの。正解でしょ？正解でしょ？伏せ頃でやろうよ。俺が殴られるところは。でしょ？見たいでしょ？竹丸さん。伏せ頃で見ようよ。閲覧多いところで大恥かこうよ。なんで俺があんなカソナムの人に殴られないといけないんだよ。違う？俺弱いよ。俺弱いよ。違う？正解じゃない？正解じゃない？なんであんなカソナマの人やんないといけないの？正解でしょ。うん、あいつの閲覧になんで貢献しないといけないんだよ。それだよね、完全に。だってうちのリスナーミュウツー大嫌いだもん、正直。顔も見たくないぐらいだもん。俺は捨て頃で出ないとか一回も言ってないから。便所さんとの関係崩したくないから。俺便所さんとか鮫島さん兄ちゃんだと思ってるから。カズマ兄やんと太郎兄やんだと思ってるから。もっと真面目に練習やってたら本気でやってたよ、買ってたよ。それは男見せるでしょ、あいつが男見せんだったら。でしょ？もともと閲覧ないでしょ？そんなに売名したきゃ他のやつでやればいいじゃん、本気で。なあ、なんで俺が相手しないといけないんだよ。子供じゃねえんだから。バカくせえ。だったらドレさんがさ、じゃあドレさんに言っといてみんな、伝言。これが俺筋違ってないはずだから。俺はドルさんに本気で2回挑んでるから、本気で2回挑んでるから。1ラウンドで7回ボコされて。だったらドルさんにまずやれよ、見せろよ。俺がやったことやってからにしてくれ。そうじゃないの？それで本気でやってる姿勢見たら考えるよ。違う？それだったら考えるよね、ドルさんと練習やるんだって。だからドルさんに本気でちょっと一回スパーリングやらせてくれって言えよ。俺はやられてるよ。どう思う？俺は捨て頃にそれくらいかけてたよ。
あ、ゴールデンキャッスルさん分かってるよ。あの捨て頃確定じゃないのはちゃんと分かってるよ。それでよくない？そう、ドレさんに和道に勝ちたいから本気で強くしてくれって、ちょっと本気でやってくれって言えよ。ドレさん優しいからレベル合わせてくれるから、怪我しない程度にぶっ壊してくれるから、怪我しない程度にぶっ壊してくれるよ。そっからだよ話は。それでいいっすか？それで OK ですか？他に異論あります？じゃあ反論タイムね、反論タイム。突で言いたいことある人いいっすよ。なければ LINE 公開するんで5分間だけいいっすよ、言いたいこと言って突かけてきてください。うん、逃げの口実を作るなよ。逃げでいいよ、全然逃げでいいよ。バルちゃん、逃げの口実じゃなくて試合をやらないっつったの。俺は試合をやらないっつったの。うん、ミュウツージム内全部ゾルさんが出してるんでしょ。出してるんじゃない？うん、なんか1ヶ月間だけ出すっていう約束だったんだけど、2ヶ月目もお願いしますって催促されたって言ってたよ、ゾルさん。あいつすげえなって言ってたよ、プライベートで。うん、もう上手頑張るよ、鮫島さんと。反論ないですか？大丈夫ですか？ OK、 じゃあ皆さんお疲れ様です。アイテムたくさんありがとう。また明日。おやすみなさい。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。